ほら、まさみです。久しぶりに顔出し動画で撮影をしています。今回紹介するのはスパゲティアマトリチャーナっていうものを紹介します。本来はそのブガティーニっていう太めのパスタを使うんですね。まあソフト麺じゃないですけど、まああのぐらいの太さのものを使うんですけど、それで味付けはこのパンチェッタとペコリーノロマーノですね。それと味のベースはトマトホール缶を使います。あとは玉ねぎも入りますけどね。それで、まあ、本来はそのブガティーニを使うので味付けをするときはちょっと重たい感じで味付けをします。でも今回使うのは一般家庭にいつでも用意してあるスパゲッティーニを使って作ります。では早速作りたいと思います。どうぞ。はい、では作っていきます。最初にパスタを茹でます。あとパスタを茹でるときにいきなりパスタを入れると突沸が起きる場合があるので一回かき混ぜてください。パンチェッタですね。オリーブオイル。こんなもんです。それと鷹の爪、これはお好みで入れてください。それと玉ねぎ、玉ねぎも入れても入れなくてもいいです。入れる人と入れない人がいます。これはまあちょっとしか使わないので今回まな板は使ってません。それとニンニクですね。ニンニクは1個分。で、パンチェッタの油をしっかり出すようにじっくり炒めてください。あんまり薄くしすぎると焦げやすいので気をつけてください。なぜかというとパンチェッタはちょっと時間をかけてじっくり炒めるのであんまり薄いと玉ねぎが焦げる可能性があるので薄く切りすぎないように気をつけてください。で、この程度ですねまで炒めたらトマトソースを入れます。で、トマトを入れることでここの旨味成分がしっかり取れるので、で、しばらく煮詰めます。沸いてからそうですね3分ぐらいかな。で、この程度ですね。そしたらパスタを和えていきます。
そしたら一回火を止めて、ペコリーノロマーノですね、チーズを入れます。でこのペコリーノロマーノはちょっと水分、塩分が強めなので、塩をしなくてもいいかもしれません。でこれで終わりですね。あえて OK です。もしペコリーノロマーノがない場合はパルメザンチーズで代用してください。それとあとペコリーノロマーノとパルメザンだとだいぶ塩分が違うので、そのペコリーノを使う場合は結構先にチーズの味をちゃんと確認してから使うようにしてください。では盛り付けに入ります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と次の動画もぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。バイバーイ。